アレッポ松は地中海地方に自生する松の一種である。モロッコ、スペインから北は南フランス、イタリア、クロアチア、東はギリシア、北、リビアに分布する。シリア、ヨルダン、イスラエルでは最も多い樹種の一つである。標高200メートルまでの低い土地でよく見られるが、南スペインでは標高1000メートルまで、モロッコ、アルジェリアの南部では、 標高1700メートルまで自生している。アレッポ松の松笠小型から中型の木で、高さは15から25メートル、幹の太さは60センチメートルほどになり、1メートルに達するものもある。樹皮は大色から赤色を呈し、根元の部分は厚くて、ひびが入っているが、樹幹に近い部分は薄くて、パサパサしている。葉は6から12センチメートルの長さの針状であり、 黄緑色で2枚ずつついている。松傘は細い円錐状で高さ5から1 2センチメートル、底面の直径2から3センチメートルほどである。はじめは緑色で24ヶ月立ちこなすと赤から茶色になる。その後数年間で徐々に傘が開くが山火事などがあり熱にさらされるとこの過程が早まる。傘の直径が5から8センチメートルまで開くと種子が飛ばされる。 種子は5から6ミリメートルの大きさで、20ミリメートルの羽根がついていて、遠くまで運ばれることができる。はと、松笠カラブリア松、カナリマ松、フランス海岸小などと近縁種で、共通の特徴を多く持つ。カラブリア松をアレッポマ松の足と考える学者もいるが、通常は別種とみなされている。比較的変化の少ない種で、広い範囲にわたって形態が、 あまり変化しない。アルジェリアやモロッコの森林では最も主要な樹種の一つとして広く植えられている。また高温や乾燥に対する耐性が高いため、南カリフォルニアなどの乾燥地域の公園や庭に園芸植物として植えられている。ポール・セザングはエクス・アンプロバンスにある彼の庭園にアレッポマ松を植えており、これがザビック・ツリーズという絵画のモデルとなった。 この松は2005年時点でもセザンヌの庭に植えられている。ありがとうございます。